はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三複素数の積の図表示丸1をお送りします。で、ここでね、タイトル変わりまして、まあ、図表示やっていくんですが、珍しくちょっと穴埋めの問題やっていきます。で、全部で6個ね、穴埋めがありますので、まずここで1回動画を止めていただいて、ぜひね、チャレンジしてみてください。で、確認してもらって厳しいのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、この図表示も丸1って書いてあるんで、ちょっと続くんですけど、シリーズで。で、それをまず基礎というか、今回ね、こう図表示。で、今回、このルート3プラス 3i っていう複素数と z っていう複素数がかけられてるんだよね。つまり積になってる。で、そういう時、どういうことを表してるのかっていうのをぜひ掴んでください。ではまず上のこっちからいきます。で、今言ったようにその部分、ちょっと考えていくんですけど、で、これはどう考えるか。っていうと、まあ、さっき言ったように、ここに掛け算が隠れてるわけですよ。で、この部分を、まず、極形式に変えていきます。で、これは前回までに勉強してるので、まあ、ルート3と3をそれぞれ2乗します。で、3プラス9。で、それをルートに入れるから、ルート12なんだよね。で、ルート12だから、まあ、2ルート3になります。R の部分がね。で、括弧、コサイン。で、変革を求めたいんですけど、今、ルート3対3なんですよね、考え方が。で、ちょっと前の動画でも話しましたが、ルート3と3っていうのは、それぞれをルート3で割っちゃってください。そうすると、1対ルート3となるので、1対ルート3っていうこの位置。まあ、前もやりましたけど、これ60度なんですね。1対ルート3になってるところは。60度。つまり60度っていうのを変革に直すと180分の 60π 約分するから3分の π になります。いいかな。3分の π になると。で、それを使ってやっていくと、コサイン3分の π プラス i サイン3分の π と、これが前の部分、ここを極形式に変えたものです。で、実はこれを極形式に変えることでもう問題解けてるんです。もう終了、これで。で、どういうことかっていうと、まずちょっとあえて掛け算書きますね。こうなってる。で、これではちょっと言葉埋めていきます。今こう変わりました。これはこいつ Z をほにゃららを中心、もうこれで覚えちゃってください。どこを中心かって原点です。今回原点 O って書きますけど、まあ、原点とかでも全然 OK です。まあ、原点を中心に、ほにゃららだけ回転、いくつ回転するかっていうと、ここの数字。まあ、同じだからどっちでもいいんですけど、3分の π。だけ回転して、原点からの距離、Z を、もともとこいつのね、原点からの距離をほにゃらら倍。それがどこかっていうと、ここです。つまり、2ルート。3倍したものを表してるんです。これは積にするとね。で、ざっくり図で表してみると、まあ、こんなになってますよね。その時に、まあ、Z はちょっとどっかわからないですけど、じゃあこの辺にいるとします。ここ Z ね、もともと俺が勝手に決めましたけど。で、まあ、Z 間の距離がこうありますよね。で、まず60度ね、3分の π 回転させたいから、僕は60度回転させてます。まあ、この辺ですかね。この辺の流れですかね。普通に回転したらここに来るんですよ。Z が。ただし、もともと Z、この距離 Z を2ルート3倍。なので、まあ、2倍以上だから、ピーって、まあ、この辺、これもうすごい適当でごめんね。2ルート3倍しました。Z っていう長さを。っていう、ここのことを表してます、これ。つまり、かけたことによって、Z を原点を中心に3分の π 回転させて、長さを2ルート3倍したものを表してるんだというのを今回ね、ぜひ覚えてください。なので下のこっちもやり方同じです。結局は、まあ、Z がここにいるので、ルート5括弧マイナス1プラス i、 この部分を 極形式に変えていきます。で、下はちょっと入らないのでこっち行こうか。ルート5、カッコ、マイナス1、プラス i ですね。
で、これを変えると、こっちでいくか。で、まあ、これは配っちゃった方が分かりやすいかな。まあ、括弧の部分配ると、マイナスルート5、プラスルート 5i ですよね。で、まあ、それぞれ2乗します。すると5。で、こっちも2乗すると5。足すと10。それをルートに入れるから、まず r はルート10になります。で、コサイン。で、これはまあ、ここのもともと、マイナス1対1とプラス1って考えれば、ルート5を無視しちゃってね。マイナス1と1なんで、この部分です。で、ここっていうのは、1対1になってる部分は、ここが45度なんですよね。1対1だから。でも、変革っていうのは、ここスタートでこう考えるから、つまり今180から45を引いて、135度だと。で、135度を変革というか、π で直してあげれば、180分の 135π。で、45で約分すると、4分の 3π と分かるので、cos 4分の 3π プラス、まあもうね、全部書く必要はないんですけど、この問題に関しては。まあ一応ね。で、こうなります。でもこれが分かったので、ちょっと z 入んなかったからこれ書いてないけど、そっち。これは、これね、点 z を、ここは変わらないです。原点を中心に、今出した変革ね。4分の 3π、135です。だけ回転し、原点からの距離 z、もともと持ってた z をルート10倍したものを表してるんだよというので、ぜひ今回掴んでください。では、今回は高校数学の数三、複素数の積の図表示、丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、まあ次、丸にね、続いていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。